こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は私のオーストラリアアマゾンサポート、このサポート内容をお知らせします。まず、週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメルマガを配信しています。これはアマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。それはもう素早く、ね、商品取り扱いやめた方がいいと。あるいは、昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。嘘みたいな本当の話、ね、Amazon ね、ガラッとある日突然、運営方針とか、ね、扱い商品のポリシーとか変更してきます。で、それをなんと通知してこないと。通常、普通に、アマゾンで取引してて、たまたまそういう危険な商品を扱ってたり、危険なノウハウに変化したことを知らずにやってると、退場と、ね、いうことになりますんで、頻繁にこの、情報をお流ししてます。このメルマガね、チェックして、自分のやってる行為、あるいは扱い商品に問題がなるかないかはチェックするようにしてください。です。ノウハウ自体もね、そんだけ頻繁に変わるんで、1年もすると、このサポートページに載ってる情報がね、1年前はこれで良かったんだなと、ね、今ガラッと変わってるなと、あるいは1年前はこれダメだったのにね、今これはできるようになってるなと、ね、ガラッと変わります。そんだけでサポートページも、先月新設してます。変更してます。で、それからチャットワークのサポート回数無制限。これチャットワークというのはね、LINE とか Facebook とか、それでチャットやり取りする仕組みがあるんですけど、それのビジネス版、ね、検索できたり、画像が添付できたり、そういう、サポートで使うのに非常に都合がいいんでね、無料で使えるシステムなんですけど、これでサポートしてます。メールと違ってね、送って翌日とか翌々日返事来るというスピード感じゃなくてね、私がパソコンでサポートしてて手が空いてるときはもう質問していただいたら即、ね、数分以内、あるいは早い時は数秒以内とかで返事してね、画面操作とか商品探しのキャッチボールを、10回、20回して、問題解決というような、ね、サポートを、しょっちゅうしてます。チャットワーク、これ使っても、らうと分かりますけど、すごいサポートを受けやすいし、こちらもサポートしやすいです。それからスカイプサポート、これを月2回、1回45分、予約制で、提供してます。商品探しとかね、何をやって何をやめた方がいいかとか、あるいはね、どうやってやるべきことに集中するかとか、質問が分かってる場合も、使っていただいて結構ですし、逆に質問仕方が分かんない始めるうちにね、何から手をつけたらいいんだろうというような段階でね、使っていただいても、全然歓迎です。このスカイプサポートで商品探しができて見つかるようになったとか、やるべきことを集中できたとかいうことでね、役に立ってますんで、スカイプサポートを有効に使ってください。これらのサポートを使って、進めていくわけなんですけど、例えばアカウント登録も始めてね、しかも英語で、やると、ね、大丈夫なんかいなという不安が、大抵の方あるんですけど、もうこれは初心者向けに丁寧に手取り足取りサポートしますんで、ご安心ください。分かりにくいね、Amazon の説明を読み違えたり勘違いすると、例えば英語が分かっててもなかなか登録できなかったりします。で、登録するのはね、何しろ通常一度だけなんで、これ時間をかけて自分で調べて登録しても意味がありません。簡単なことでもね、私に聞いて、サクッと登録を終わらせてください。そして銀行口座開設。オーストラリアアマゾンの売り上げを受け取るのに、オーストラリアの銀行口座が必要です。しかし、日本では開設できませんので、オーストラリアの銀行口座を提供してくれるサービスを使います。これ、どのサービスがいいのか、登録して何が必要なのか、それもわからなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。そして、儲かる商品探し。ここが一番のポイントですね。チャットワークで何度質問してもらっても構いません。スカイプまたは電話であなたに合った商品探しのアドバイスをします。これね、商品が見つかるまで親切丁寧にサポートします。
また見つけた商品に個別にコメントをします。ね、この商品出そうと思うんですけど、ね、でここで、Amazon オーストラリアで売れてないけど、eBay で制約ありますとかね、Amazon の、アメリカで制約ありますとか、いろいろ相談してください。まあ、問題ある商品か、問題ない商品か、うまみのある商品か、うまみのない商品か、そういうのをね、一個一個個別に、アドバイスします。また、ね、扱っちゃいけない NG 商品、扱っちゃいけないとか扱えないとかね、いう NG 商品があります。これね、区別、3つの種類があるというのを区別しとかないとなかなか理解しにくいんで、これを理解しておいてください。まず、輸送 NG 商品。ね、例えば、リチウムイオンバッテリー単体とかみたくね、郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない。つまり、運べない商品。それと、オーストラリア NG 商品。輸送することはできるんだけど、まあ、オーストラリアで税関を通らない。肉とかね、生の肉とか通りません。あるいはオーストラリア国内で販売できない、オーストラリア国内事情による NG 商品。例えばね、TOTO ウォシュレットはオーストラリア国内では、TOTO 以外は販売できません。そういうライセンスになってます。それと Amazon NG 商品。これね、輸送もできるし、オーストラリア国内での販売ももう問題ないけど、まあ、Amazon が販売を禁止している商品。ね、Amazon の事情、あるいは Amazon のどっかとの契約によりとかね、いろんな状況で Amazon が販売を禁止している商品もあります。まあ、これらの NG 商品ね、しかも頻繁に変わります。Amazon だけじゃなくて、オーストラリアがね、OK だったのをダメにしたり、ダメだったのを OK にしたり、いろいろ変わります。で、これらの NG 商品ね、今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのがいつの間にか OK になる商品もあります。まあ、私の元にはこういう情報が集まりますので、変化があり次第、会員の皆様にお知らせしています。それと、購入者からの問い合わせに対する対応。まあ、日本の常識は世界の非常識と。さらに、Amazon の常識は世界の非常識。Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。ね、同じ人間だからね、常識で判断できるとか、考えると、もうその常識そのものが違うんでね、良かれと思ってやったことが原因で、アカウントが削除されるという例も実際にあります。ですんでね、これはしっかりと対応方法は、ご相談ください。で、これ、購入者からの問い合わせばかりじゃなく、Amazon からの問い合わせに対する対応もあります。で、ほぼね、日本の常識で判断して、対応すると間違ってると思った方が、正解に近いです。まあ、そんな形でね、まあ、本当に、じゃあ、1から10まで、サポートを受けなきゃやれないのかという感じですけど、まあ、初心者のうちはそうですね、1から10まで全部もう相談していただいた方が安全です。で、ここまで丁寧なサポートをするから初心者でも稼げるようになります。で、私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから、まあ、10年間物販サポートを続けることができています。もうね、初めは、まあ、輸入あるいは国内販売から始めてね、アメリカのアマゾンになり、そして今オーストラリアのアマゾンになり、もうかれこれ10年サポートしてると。なかなかいないですよね、10年間この、物販のサポートしてるって人も。まあ、そんなわけで、初心者でも稼げるようにサポートしています。アマゾンが、オーストラリアでアマゾンプライムを開始しました。これは、4日前にアマゾンプライム、ね、日本でもおなじみの、プライム会員になると送料無料とかね、ビデオ、あるいは音楽が無料で聴けるとか、あのサービスを開始しました。まあ、これから本格的にアマゾンがオーストラリアに進出します。まあ、日本に住んでいるあなたに、オーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。まず、ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。ね、差額の取れる商品の例とか、サポート費用なんかのご案内をしています。まず、こちらをクリックしてください。以上、テンパアカデミー、堀秀夫でした。